はい、どうも皆さん、こんにちは、ナベです。今回なんですけれども、Ryzen 37で行われた元谷勇気 VS 太田忍の試合について感想を言っていきたいと思います。まあ、試合結果はですね、判定3対0で、元谷選手が、判定勝利っていう感じだったんですけど、まあ、試合内容的には1ラウンド結構、まあ、元谷選手は最近磨いてきてる打撃で、太田選手はレスリング、どっちもいいとこを出して、まあ、結構トントンだったんですけど、まあ、2ラウンドはね、結構、太田選手がそのタックルを生かされた、打撃を使わされたっていうような展開がありまして、まあ、太田選手がタックルしてきても元谷選手がしっかりさばいて、むしろスタミナを削らせるっていうようなすごい、その MMA 歴としてというか先輩として、やっぱしっかり、なんていうんですか、相手の強いところをいなしてスタミナを削らせるっていう、やっぱ元谷選手の上手いところが出たなっていう感じでしたね。で、3ラウンドはやっぱ、太田選手も結構疲れちゃってて、元谷選手の打撃が結構当たったりして、最後の最後、40秒ぐらいで太田選手がね、結構右のいいのを当てて、あ、これワンチャン KO あるんじゃねってぐらい、まあいい打撃があったんですけど、やっぱ疲れちゃってるんで、その後の左だったりとか、2打目、3打目が出なくて、まあ、一発だけになっちゃって、やっぱその1、2、3ラウンドで気づいてきた元谷選手の、まあ、コントロールか、アグレッシブネスか、まあ、はたまたダメージ判定、結構いいのも当ててたんで、それで結構判定が手になっちゃったのかなっていうような状態なんですけど、でも、太田選手めちゃめちゃ良かったですね。その、レスリングってやっぱめちゃめちゃ特化したところから、ちょっとずつ他のレベルが上がってきて、まあ、やっぱ、元谷選手に、KO されないだったりとか、一方的な試合にならないとか、一本取れないっていうのはやっぱ太田選手の強みが出たのかなっていうのは感じました。まあ、今後ね、もっと打撃のレベルと寝技のレベルを上げていって、まあ、トータルファイターとして、まあ、全然ね、やっぱ体も強いんで、まあ、今後やっぱバンタム級のトップ戦線に食い込んでくるところをちょっと楽しみに見たいなと思いました。逆にね、元谷選手も、まあ、手塚選手を完封した山にハ選手を完封してるんで、もう一回やっぱバンタム級のベルトに近いところ、まあトーナメントのベスト4の選手とやってるところとか、まあベラトールの強豪選手、まあ、パトリッキーには負けちゃいましたけど、まあそのあたりとね、またちょっと見てみたいなと思いました。ということで、お疲れ様です。